マースポはご覧の各社の協賛によりお送りします。月刊すさまじおちゃん、今回の撮影の舞台はのどかな田園の中に佇む薪ストーブのお店、ラスティッククラフト内にある自然派カフェクルタ。地元の野菜や発酵食材と調味料を使った体に優しいランチプレートと落ち着いた店内でこの選手にお話を伺います。晴山ケビンです、よろしく。伝わってると思うんですけども隠そうとしたけど隠そうとしてたけどバレちゃいましたね、はい、一発目で、はい、隠せないですよね、もう絶対にね。山選手はまあここの人柄なので、なんかチームメイトともすぐもう馴染んでるようですね。特に仲いい選手とかいるんですか？ DT 以外です。 DT 以外、はい、DT 以外も仲良くやらせていただきます。絶対それでも多分谷口選手めっちゃ美味しいと思うんですよね。いや、そう、めっちゃ喜んでる絶対これ見てるときニヤニヤしてると思う腹立つわー。たまの方には来られたんですね。行きましたよ、1回ね、温泉行きました、紹介されて。オープンの1時間前に間違えて行って、はい、足湯に1時間使ってからお風呂入りました。あ、それでこの時期ですよね。この時期です。今日はですね、こちらのお店でちょっと、まあ、もう練習後お腹空いてると思うんで、はい、何も食べてないですよ。食べてないですか？プロテインだけで飲んできましたよ。よっしゃ。うわー、すごいカラフル。妻にアスリートフードマイスターの資格取らせるほどこだわってる。こだわっちゃうんです。じゃあ そんなこだわりのケビンから見て、結構俺口からですよ、コメント辛め辛めですよ。やばいやばいやばい。実食いただきます。美味しいじゃないかい何これ、明日も来るちょっとこれはやばい。あ、落としてるね、シャキシャキした。新鮮やばいよ、止まんない。よかったです、練習後だから。はい。なぜバスケを始めたのかっていう。なぜバスケを始めたか、はい、野球少年だったんですね。そうです、9年間やってました。だって野球でもだっていけそうですか？野球もしてました。いろんなことしてました。あ、野球、柔道、はい、テニス、相撲、うん、サッカー、うん、陸上やってましたね。そんなにやってたの？小中でやってましたね。へ、僕お父さんがアメリカ人で、はい、お母さんが日本人 で、ハーフとして生まれたんですけど、いろんな競技やることによっていろんな筋肉が発達していく、うんうん、っていうことを小学校から言われてて、はい、親から。だから一つのことに絞んなくてもいいよって言われて、好きなことはやらせてくれました。でみんなその中学野球部に入ってる人たちはもう当たり前のように高校も野球部に入るっていう流れが僕の地元ではできてて、で僕はもう3年間やったし次何しようかなって、親がバスケ好きでちょっと面白そうだなってきっかけです。そうなんだ。そうです、僕はバスケット始めたの。僕はもう楽しみながら、うん、本当にあの中学校の昼休みにバスケみんなでわーってする感覚で うん、やりたかったんですけど、うん、軍隊でしたよくある伝統校というか、そう、そこで僕はもう間違えました、はい、進路も間違えました、はい、こんなはずじゃない。スラムダンクで桜木花道と称されてますが、本当に好きなキャラクターは誰ですかとも言われたことありますよね。あ、それはない。実際は誰が好きなのかなっていうのは私は気になります、個人的に。でもあの眼鏡かけた子、あのシックスマンの子が好きです。小暮？そう、はいいキャラしてる。そうなんですか、全然真逆ですよね。だって桜木花道とはね、そう、なんかその普段試合に出ないけど、うん、一緒の練習頑張ってベンチでも声出してよし出番だって言って最後1本しかシュート打てない場面ってやっぱあるじゃないですか、うん、プロの場面でも、うん、特に高校とか大学中学校 あの3年生が最後の試合で、はい、普段試合出れない子が最後行ってこいって言って、うん、最後1本シュート決める時の盛り上がりって、うん、やっぱあれは感動ですよね。エースが20点30点40点取るよりもちょっと俺は嬉しいな、うん。まあ、改めて、まあ、自分の役割とどんなことを見せていきたいかっていうのはやっぱ聞いておきたいなと。はい、島根でのね、はい、
島根のブースターの皆さん、はじめまして、有山ケビンです、今年は去年と違って背番号が32番になりました。理由は特にありません。僕のプレースタイルはキャッチ&シュートといって外からのスリーポイントが得意なので、セイヤだったり、PDP だったり、ドライブが得意な選手に合わせて外から気持ちよくスリーを決めたいと思うので、ぜひ会場に来て応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。待ってます。もうお待ちしてますので、はい、また来ます。あ、よかった。あ、それだけジップだって。あ、ごめんなさい、間違えました。それタップしたから。マースポポーズ一応お伝えしておきますね。マースポっていうのがマースポポーズです。はい、面白いと思います。いや、いいじゃん、いいじゃん、全然違います。今の全然違う。一緒にやってくださいよ。せーの、マースポ。ありがとうございました。ありがとう。なんこれ、美味しい。それなんですけ、これスティックなんですけ。ブレインドスティック。もう聞こえなかったじゃん。私ふざけてないですよ今。俺は一人言だったっすよ。あ、酒粕のスティック。あ、だから酔っ払うんだ。入ってないって。アルコール入ってないですか。はい、よかったよかった。本当じゃん。アボコテガはじゃあ何でもいけるんだ。大体いけますね。あ、メロンダメ。あ、メロンもダメなんですか。うん、メロンパン好き。味はいいんだね、じゃあきっと。食感ですね、うん、多分。メロンソーダも好きだね。あとコーヒーはもう1日に 3,4 杯飲んでますね。あ、パン屋さんのコーヒーって美味しいじゃないですか。美味しいですね、確かに。今日も新しくパン屋さん見つけて、うん、そこ朝早くやってるよね、うん、そうそう、言われた今日言われた。ポール、あ、違いましたねみたいな言われたもん。晴山選手の圧巻の社交性とトーク力で取れ高がありすぎた今回の収録。コート内外でチームやファンを盛り上げてくれること間違いなしの新加入ケビン、今後も要チェックです。アスリート応援企画ネクストチャンピオン。前回の放送では女子硬式野球チーム九州ハニーズの小島やや選手にキャプテンとしての意識などをたっぷりと語っていただきました。今回は後編、野球指導もまだまだ続きます。守備編ということで壁当てをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。意識するところってとにかく、はいはい、体勢を低くすることとグラブを常に下に置くことを意識してます、はい、状態は起きたまんま低くなる感じで、はい。続いて小島選手がいつも行っているという守備で重要な体幹トレーニングを教えてもらうことに。そうですね、これはあの一番初級編です、はい、あ、初級編、はい、よーい、スタート。はい、あと5秒で次の種目に行きます。はい、もう、あ、はい、はい、これを後ろに置いて、はい、腕を組んでタッチです。タッチです。タッチ、タッチ、2、1、はい、ああ、ここでキープです。はい、じゃあ、ここは、あ、やばい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 、ここでキープです。やばい、やばい、2、1、終了です。はあ、これがレベル1の、これがレベル1。うっそ。今回ちょっとレベル2通り越して、今回レベル3挑戦していきたいと思います。レベル3は、はい、ここからあのジャンプで進みます。はい、おお、これだけでもめちゃくちゃ腹筋きついですよね、はい、これは1ミリも進んでない。小島選手、趣味はありますか。先輩方に誘っていただいて、あのゴルフデビューを一昨年ぐらいにしたんですけど、あの一向に上手にならなくて、趣味はゴルフですって言えるようにちょっとゴルフも頑張りたいと思います。こうお仕事はどういったことをされているんですか。太宰府天満宮での案内所で、はい、あのお世話になっております。また小島選手はスポンサー集めにも奔走しています。地元の島根や鳥取からあの応援してくださる企業様
に個人スポンサーという形で応援していただいていて、活動の報告をさせてもらったりとか、そういう方たちのおかげで本当に野球ができているなといつも感謝しています。日本代表というものの考え方についてはいかがですか？トップの選手たちが集まる試合なので、すごくこう貴重な経験をできているっていう感覚で、私自身すごく成長するためにも、今まで応援してくださっている方に感謝を伝える場でもあると思うので、私にとってはそういう場所が日本代表です。小島選手が思うこの女子野球の魅力ってどういったところだと思いますか？本当にすごく笑顔でプレーしている選手が多い印象なので、野球をやれていることに感謝しながら楽しみながらやっているところが女子野球のすごいいいところだなと思います。野球教室をすることや、まずはまだ女子で女の子で野球やってるのっていう声をたくさんいただくことが多いので、まずは私たちがいいプレーをたくさんして、実際にたくさんの人にそういうプレーを見てもらえるような活動や普段の練習をしていきたいと思います。最後に小島選手に今後の目標を書いてもらいました。全力疾走です。何事にも全力疾走をして皆さんに感謝を伝えたいです。これからを担う女子野球選手にメッセージをお願いします。はい、女子野球はこれから発展していくことしかないと思うので、野球を思いっきり楽しんで全力疾走で頑張ってほしいと思います。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。マースポはご覧の各社の協賛によりお送りしました。